ミルクサッカーアカデミー、井上麻でございます。ノーミルク佐藤でございます。今日も教えてください。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、こちらです。ドンデータ通信ボシリーズ2021、昇格おめでとうございます。京都さんがシよしお願いいたします。<laughs> さあ、シーズン終わりましたので、総まとめということですけれども、はい,い。毎年やってます。このシリーズ、北からずっとやってますよ。ということで、京都でございますよ。京都さんが、はい、サポの皆さん。はい。はい ニヤニヤする準備はできておりますかいや、もうされてるんでしょずっとね、しっぱなしじゃないですかそうなんですよね。はい、この京都のデータめちゃくちゃすごい。あの、正直ね、我々ジュビロも最近リリースさせていただいたんですけど、はいはい、ともすればジュビロ超えてたかもしれない。うん、あらま 1>, 1位、2位とね、いわゆる京都の方が順位的には2位ではあったんですけど、はいはい、あの京都僕は来年 J1 で、残留すると思います。はい、なるほど。 うん。はい、すごいデータいっぱい揃ってるので、うん、ちょっと皆さんニヤニヤしながら一緒にご覧いただければと思います。よろしくお願いします。まますそれでは1枚目いきましょう。うん、こちらでございます。ド、はい、ンと。出ました。はい。 はい。え、こちら2021シーズンの月別状況別成績一覧となっております。え、上の部分のグラフが1試合平均勝ち点のものになっていて、え、それぞれ月ね、下の表のものと対、え、対応しておりますと。はい。で、水色のところがめっちゃ良かったよってことなんですが、めっちゃ良かったなっていう。そうなんですいやー、すごいですね。これはやばい。平均勝ち点が2をほぼ上回下回ってないという。 そうなんですよ。これはとんでもないというか。失点ももうね、すごいな、これ。で、これすごいのが、あの、一番下のその失点見ていただくと、あの、月別なんで、ほら、なんかちょっと調子悪い月とかってことも、まああるじゃないですか。まあ対戦相手もありますしね。うん。まあさ、皆さん、あの、月単位で、最も一社平均失点で、失点した月で1.2です。おお、すごい、引き締まってる。 ほぼ1試合に1点未満でずっとやり通した1年、はあ、いや、そら、勝つよね。うんだそれだけ守備の安定度があるチームなので、それができるチームは基本的に残留するっていう傾向が最近の J1 って強いですから、いけんじゃねえかなって思ってます。1点取ったら勝っちゃうんだもんねねそしたらそうです、ねね だその1点取る人がなんかね、あ,<ー>あの、なんかドリブルで持ち上がってってセンターバックとかっていうパターンもありましたけど、そうですよ、ね、<laughs> ちょっとね、J2 <ー>の他のチーム皆さんからしたらなんだあれっていうの結構多かったと思いますが、あ相当なチームだっただと平均得点の方で見るとそうなんですね。そんなバカバカ多いわけじゃないんだね。 衝撃的なゴールがあまりに多かったので本当だ意外だから実は衝撃度あったけど細かいところだからしっかり守ってたなるほどっていうヤンキーだけど家計簿つけてるみたいなそんな感じで考えていただければいいかもしれません失礼ですけどヤンキーとい表現をねじゃあ続いて今度はこちら見ていきましょうドンと「選手別の出場時間割合でございます」とはいやっぱりこれも顕著なのがジュビロさんもそうでしたけど やっぱ決定力のあるストライカー、それでシュートの成功率も高いフォワードがずっと基本的に出てて、それを脇を固める感じで、ね、イスマイラさんなんかも途中でやってきてなんかもありましたし、あとウィングなんかも務めていた宮吉選手がね、やっぱ。そうなんですよね。これ我々実はね、皆さん1月1日に収録してるんですけど、あの、つい先ほどの朝、皆さん、あの宮吉選手も残留というか、これは嬉しい。 よかったなぁ。お年玉ですかね。そうなんですよね、えー。クリスマスプレゼントみたいな言い方しちゃいましたけど。<laughs> はいはい、やっぱりじゃしっくり来なかったですね。<laughs> はい。と <laughs> 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 いうところもありましたと。あとは中盤なんですよね、このチームって。はい。はい、松田天馬選手、福岡選手、酒田選手、川崎選手。 ま、あー田選手、オギアラ選手もそうだし、バイス選手とかね、えー、浅田選手もそうだしいう、というか、あの、どこでもあんまり語られてないような気がするけど、僕、あの、隠れ MVP、僕、浅田選手だと思ってるんですね、今年の。はい、はい、はい。2021年。センターバック、バイスさんの方そうなんですよね。はい。あの、これ、マーサ皆さん覚えてらっしゃるかですけど、こんなシーンがよくありました。うん。バイスがボールを持ちます。はい。普通ならパス。うん。パスを右サイドバック、飯田選手が出します。うん。センターバックは普通動きません。はい。何も言わず彼は、 伸びたたた伸伸伸びびてって伸びちゃって伸びちゃってそのぐらいの選手ですよ。だからこの川崎選手や浅田選手または福岡新平選手うやべ、バイス動いたってことでカバーに動かなきゃいけなかったってなりましたからそこをこの3人がいわゆるバイスがどれだけ上がったとして守りきってそのうちの若原選手も含めてみんなこれ浅田、若原、川崎福岡と全員ユース出身ですから。なるほどすげえ でこういうところも、おそらく京都サポの皆さんは、いやーしっていうのがあったのかな、なそうだよね。あんなオーバーラップをいっぱいシーン見れたのに、あの失点平均ってすごいですね,ね。そうなんです。だからそれは、隠れで彼らが頑張っていたってところはあります、ね<と>。オーバーラップの精度も高いですれね。そうですね。うん、で、向こうからしたら、ね、例えばミッドフィールダーの選手とかがまだ来るなら分かるけど、うん、なんだのでかいなっていうの急に来るわけですから。 怖いよね。大ン情クリアした直後に点入れてたりしますもんね。意味がわからないですね。どこでもドアレベルだったからる。そうだね、確かに。ということで、そんな京都がどんな成績残してきたのかというレーダーチャット見ていきます。はいはいはい。こちらでございます。ドン。でけえ。でけえ、ほんとだなぁ。全部でけえなまあ、当然のごとく全項目平均超えなんですが。そうだね。 まず左側の大きなレーダーをちょっと見ていただきたいと。真ん中の白い部分が、いわゆる平均のね、うん、偏差値50ですと。はい。で、最も大きいところが偏差値70です。で、オレンジが京都ですって感じですね。で、それぞれ ABCDEF っていうのが右上、右下のいろんな項目とも対応してるんですと。<laughs> 優等性。優等性すぎるのよ。で、しかも、あの、本当ね、苦手なことはまあしないみたいな形で。で、だけど、 得意超伸ばしてけどその得意の僧侶があまりにもでかいっていうところがあるのでちょっと細かい項目までいろいろ見ていこうかなとはいはいはいまずはじゃあ意図を知りたいですねどういう意味でこうやってていい結果なっていうのが数字からわかるといいなと思ます。はいまずはオフェンスからドンこちらでございますオフェンスなんですがまあすごいなと思わせる一番まず右から言っていただきたいんですがアタック サードに侵入してるね、この回数っていうのが、22チーム中4位のものになって、この大人左のペナルティー入れに侵入してる回数っていうのがね、22チーム中2位の成績を出してますと、これに関してはいいんですよ。ただ、意味わかんない項目があって、その下なんですね、この14番、敵陣リカバリー。ああ、回収率。はい、トップ。攻め込んで奪われた後のゲーゲンみたいなことでしょそうなんですよ。さあ、じゃあ、まーさんに。 笑ってるのでんとなくさせてくださいってことなんですがさあ敵陣リカバリーよくやってた選手誰だ選手ではなく敵陣にいたらおかしい選手本当にあれ正解さすがにそれはないと思ってさ笑ってるからそうかなと思ったけどええ嘘でしょいやだから向こうからしたら要は2歩ぐらいでいってんの 本当であればね、これ、皆さんもですけど、なんて、いや、そうなんですよ、もちろんほの選手、川崎選手とか、新平選手とかもちろん高いんですけど、やっぱり上位にいっちゃおかしいのが、なぜ、なぜヨルディ・ーバイスって名前あるんだと僕も思ったぐらいだったんですよね。要は、1番なのチーム内で。えったね、2番だったんで、1位がね、武田選手だったかなと思いますけど、ほぼその4人なんですよ、中盤3人プラス、バイスさんっていう状態。シュトプレーの後ととかも多いのかね。 そうなんですしかもだから前に行きながらそれで自分で奪っちゃえるってプレスっていうか守備力高いですからね。ということはあんまり敵に奪われてないってことかもしれないね。そういうことでもあるんですよ。普通の流れの中からは。そうそうそう。だからね、これはっていうのもあって、で、このチームちょっとね、特殊なことがいくつかあるんですよ。あのね、実話なところい言うと、これだけ上位のチームにしてはの話なんですが。 ドリブルのパーセンテージもあんまり高くないし、クロスのパーセンテージも、デュエルのパーセンテージも別にそこまで高くなく、一番左のこの枠内のパーセンテージも、いわゆる注意クラスしかない。けど、シュート数は2位、1位で。シュートで枠内シュート数2位で。そうなんですよ。はい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 。要はこのチーム、脅威です。脅威です。うん。何、脅威です何かっていうと、 これ、皆さん、今お聞きの皆さんも、あなた方がゴールキーパー、またはディフェンダーだと思ってください。はい。バイス、ウタカ、イスマイラ、あのらへんが、バカバカ、バカバカシュート打ってきたりだとか、何回もこう、デュエルでゴリゴリ、ゴリゴリ来られたら、皆さん、90分間耐えられますかいや、耐えられない。だっておかしいじゃん、これ、パーセンテージ、枠内パーセンテージ13位なのに、枠内シュートが2位ってことは、バカバカ、ダントツでシュート数が多いってことでしょそうなんです。そうでしょ そういうことなんですだ、もう例えばの話ですけど、シュートゴンゴン打ってくるんであれば、相手のディフェンスラインってもう後ろに下がらざるを得ないじゃないですか。はいはいはい。いつかは打たかなんて決めてくるんだから。はいはい。だから、パーセンテージなんて関係、ある程度関係ない。決めりゃええんやと。なるほどね。三段重みたいな感じですか。三段重。そういうことです。はいはいはい。で、一発目で別に決められなくても、それで相手下げさせたら OK。 そして下げさせるってことは相手が彼にカウンターやろうとしても超低い位置から始まるからるね,ね自分たちの自陣まで来るところまで時間かかるから<ー>その間にバイスが戻ればいい話だな,なるほどなるほどそうそうそうさてなぜそんなことができたのかというそうなんです、ねうん、そこですよねってことでディフェンス見ていきましょうこちらでございますドンスなん まあ、これよねっていうい。一桁多いですね。そうなんですよ。えー、でも、これ分かりやすいのが、がもう、はい、そうなんですこれも本当に一番分かりやすいのは、ここなんですよ。プレスディフェ。プレスと、このディフェンシブサード防御のところで、<ー>要はプレスがかなりの数成功してて、はい、だって、プレス半分以上の確率で奪えるんだもん。はい。これは、あの、位置で言うと、ど、どの辺なんですか やっぱ基本的にはこれに本全体のプレスの確率ですよね、これ。そうですね。はい。はい。でも基本的に今回入れてんのはやっぱりね、あの前目でこう、どれだけ取れたかっていうところで。でね、はい。はい、チーム連動してどれだけまずやれるかってところで押し込めていたってところもそうだし、要はまず、じゃあ、相手の根撃始まりましたって段階で、第一階層としてそもそもプレスがあって、それが成功してるケースが高い。第一階層大成功ってことですね。そうなんです。うん、で、仮に、第二階層ってものというか、その時、いわゆる相手にね、うん、そのプレスが。 突破されたとしても、うん、要はそのプレスって、相手の敵陣のもうサードのところでやってるから、うん、自陣まで来るまでの時間、めちゃくちゃかかるわけですよ。はいはい、あプレスしているからね。そだから、インターセプトとかタックルの回数少ないけど、<ー>要はその前でプレスで奪っちゃってるから、<ー>そこまでに回数必要なかったんですよ、ねはいはいはい。これはもう少なくていいやつなんだ、京都のやり方。 でそんな中で、やっぱね、22チーム中に、いわゆるね、30回ぐらいしかまずはディフェンシブサードに入られず、結局、そのボールが入ってくるのが、結局ね、1試合の中で8回ぐらいしか来ないと、ペナルティーエリアの中に。で、その中のものにクリアだとかも含まれることにはだんだんなってくるんで,で、あとはね、キーパーのセーブとかもありましたから。 そもそも最初プレスで OK、相手の攻撃を遅らせることにも大成功、途中でも奪える状況を作っている立ち位置があって、それでも入ってくることもあるけども、その時に浅田選手ね、含めて川崎選手、もしくは戻ってきたバイス選手、そして最後は、えー、若原選手たちがまあ止めていったっていうところでまあ失点がうまくできていたのかななんてプレスがかけられるからオーバーも可能になってくる攻撃に意外性をもたらせるってうことでもあるんですね。 川崎に実はちょっと近かったのが今年の京都かななんて思いますね。川崎さんなんかも同じような感じなんですよ。あのデータとこれ見ていただければなんですけど。ああプレス。そうそうそう。プレスが効いてるっていうのがすごいあれ,あれです、うん、でしかも奥で始まるから、例えば相手がボール持ったとか、例えば自分たちでドール、だね、京都が自分たちでドリーブル仕掛けていきました。はい、相手にカットされましたってなっても、うん、そのセカンドボールを取っちゃうっていうところもね、うんで。さっき言ったとそれに、しかもそれで奪っていくのが、うん、バイスさんだったりするから。はいはい。 バイスさんが例えば敵陣でボール持ってるってなったら彼はもともとビルドアップが上手い人でもあるんでそこから起点で始めます、うん、じゃあクロス入れます大豊トーと、うん、で外れちゃったとしても別に構いませんまた俺らやるんでうんで相手がだんだん怖くなってヒューンなるほどこれだから守備的なチームってわけでもなく攻撃的なチームとかもうすべてがってことですよねそうですねフリーマン的なね,ねスーパーマンがいてっていうところもあるけど、うん、これ張監督は うん、京都のいたメンバーを生かして料理したわけですか,これうですかそういうことですうじゃないですかやり方全然湘南とはちょっとやり方全然違うなと思いまし、ねで,ね、で,ですかいや、ヤ、ま、さんはい、はい、実は京都時代をレベルアップさせてるんです。湘、はい、南時代を。はい。はい、京都で。あ,あ、そうなんです。はい,はい、はい、で、それはじゃあ何があったかっていうと、はい、流通経済大自体でのやり方がだんだんこう、ってくる。えー そう、もともと、はい、京都もまあ3バックの時期とかもね、はい、あったと思いますけど、はいはい、湘南も3バック多かったじゃないですか。はいはい、なんだけど、なんか張監督結構そのね、3バック募集してるところも昔はあったじゃないですか。うん、だけどそれが4バックとか、いわゆるなんか、からすごい広がっていったんですよ。 戦術が多岐に渡るようになっていって、この人がいるんだったらこうやろうかなって、その戦術の,のレシピの幅が増えていったみたいな感じ、このメンバーだったらこうした方がいいんじゃないかとか、立ち位置こうした方がいいんじゃないかって、その細かなものまで要求してきた結果、うん、それをうまく反映させられるようになって、そのいわゆるモチベーションのコントロールのところとかもうまくやれたってど。うん。うん、<ー>それ、象徴されるのが二十<ー>何節だったんじゃないかなと思いますけど、三十何節かな、途中から出した荒木大吾選手。うん を、あのー、途中から出したにも関わらず、途中で引っ込めたっていうシーンがあったんですよ。お<ー>で、荒木選手はちょっと怒ってたような感じだったんだけど。うん、選手はショックですよね。そうなんですよ。はい、だったんだけど、後でちゃんと説明するって言って。あー、なるほど。あ<で>へえ<ー>。その後ちゃんと話して、お互い納得だったらしいんです、ねうん。なるほどね、戦中の一つだと別に。うん そう,そうそうそう。あすごいこういうところもおそらくはと思っていて。なるほどね。だからね、ここでちょっと最後、予言じゃないけど一つ。今後こんなこと起こるんじゃないか話超監督がこの京都にいる間というか、うん、もしかしたらこんなね、さっき、あの、やっば、宇タさんがいたり、スマイラさんがいたりとか、ユースのね、このかなり結果残してるメンバーもいるから、い ちょっと、しょうあの、ユースからの昇格してくるメンバー、今後もしかしたら難しい。J1 でなかなか出られないって時期僕はあるんじゃないかと思ってるんですよ。京都のユースってすごいメンバー揃ってますけど。ああはい、はい、ユース。はい、うん。だけど、うん、そのメンバー、流通経済大に行くとかありませんかっていう。ああ、うん、いったんね。そう。はい。で、この冬とかも、いわゆるね、あの、いわゆるチームの指導がない時には、はい チコ監督とこの冬とか流通経済だコーチとスタッフとスコーチングスタッフとしてもね、登録されてましたから。あ、そうなんだ。だから、そこで定点チェックもできるじゃないですか。これ、京都と琉球だいい流れ出来上がるんじゃないのと思っていて。はー、なるほど。そうなんです。そしたら、安定供給で、大学としても素晴らしい選手たちが取れて、なるほどね。チームとしても、それですごいレベルアップ選手が帰ってくると。あ、すごい。これ、あり得るんじゃないのかなって。 ニインテンドースイッチに半導体が供給されるよりも早く。うん <laughs> 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 リュウケイから京都サンガの方にね。こういうこともあるかもしれない。かなるほど、うん。これ来年楽しみだなと思いますね。こと。はい。はい、という京都でございました。はい、来季は J1 でございます。この戦互い見せてくれてしょったということでございまして、このシリーズ全チームやってますので、うん、南はまたこれからになりますので、ぜひまた見ていただきたいと思います。し,お願いします、えー。興味深かったと思っていただいた方は高評価ボタンを押していただいて、いチャンネル登録も一つよろしくお願いします。毎日やってますミルワーカー、明日もよろしくおね。 お願いいたします。井上真でした。のびるさんとね。先生、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。